皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今日もですね、親としての中学受験についてお話をしてみたいと思うんですが、今日もですね、ちょっとお客様からお題をいただきまして、このいただいたお題をテーマとしてね、お話をしてみたいと思います。で、いただいてる内容はですね、これまでに、しくじり先生企画っていうものを、まあ、2つほどね、配信させていただいてるんですけども、まあ、それはね、僕自身が親としてこう、中学受験取り組んでいた中で、まあ、もっと早くにね、こう、知っておくべきだったなって感じたこととか、もっとこういうことをやっておいた方が良かったなって感じたことを、まあ、これからね、中学受験を目指す親御様に向けて、参考になればっていう内容でね、お話ししてる動画になるんですけども、まあ、そのね、逆バージョンっていう感じで、まあ、僕が親としてこう、中学受験取り組んでいたものの中で、これはやっといて良かったなっていうふうに思ってること。まあ、そういうこともね、逆にあったりするんじゃないんですかっていうことをちょっとお題としていただきました。なので今日は、まあそれをね、テーマとしてちょっとね、お話をしてみたいなっていうふうに思います。まあ何かしらね、参考になれば嬉しいかなっていう軽いタッチでちょっとお話ししていこうと思いますので、ぜひね、お付き合いいただければ、嬉しいかなっていうふうに思います。ではね、早速ちょっと一つ目から行ってみようと思うんですけど、一つ目はね、一日の家庭学習を、こう、スケジュールをこう決めていく、まあスケジューリングをしていく中でね、一番最初に埋めていたものっていうのが、うちの場合ね、睡眠の時間っていう形で、取っていたんですね。まあ、なので、まあ、要は寝る時間ですよね。まあ、寝る時間はもう何時以降は寝るっていうふうに決めながら、こう、家庭学習のスケジューリングっていうのを組んでいたんですけど、まあ、これはね、非常に良かったなっていうふうに今でも思っています。まあ、4年生の時は、10時ぐらいにはまあ、終わりにして、まあ、寝るようにしていまして。まあ、5年生の時もだいたい10時か10時半ぐらいにはね、寝るようにしていました。で、6年生の時で、まあ、直前でも11時にはね、遅くても切り上げて、まあ、寝かせて、最低でもね、8時間は睡眠時間を確保するようにしていたんですね。まあ、その1日だけじゃなくて、こう、ずっと続いていくもので、特に休みなくね、毎日毎日勉強ってこう、続いていくので、まあ、体調管理っていうのはやっぱ大事になってくるっていうふうに、やりながらもね、感じていました。まあ、なので、睡眠時間をね、しっかり確保して、まあ、眠たくなってくるっていうようなね、時も当然あって、こう、途中であくびが出てしまう時もあるんですけど、そういう時はね、早めに切り上げて、やっぱり寝るっていうことをね、最優先にしていたんですけど、まあ、おかげさまでね、息子に関しては、こう、特にこう、風邪をひいて休んでしまうとか、寝込んでしまうとかっていうことはね、なく、ずーっと学校はね、休まず、ちょっと通っていましたし、家庭学習も毎日毎日しっかりね、続けていくことができていたので、まあ、長くこう続けて最後まで、こう中学受験勉強をね、本番まで見据えてっていうことであれば、ぜひね、睡眠時間に関しては、確保するっていうことをね、皆様にもぜひ、まあ、やっていただきたいってことじゃないかな。まあ、睡眠時間っていうのは、重要なんじゃないかなっていうふうに僕としてはね、感じています。で、二つ目はですね、これね、過去にちょっと父親シリーズっていう動画で、話をね、ちょっと、まあ、シリーズって言っても1個しか出してないんで、シリーズになってない動画なんですけど、まあ、ちょっと、またね、中学シリーズやりますね。まあ、その動画の中でね、ちょっと触れていることでもあるんですけど、まあ、中学受験ってこう、家庭学習やっていくっていうのはね、当然大事なことなんですけど、それよりもね、こう、もう大前提として、なぜ中学受験を、まあ、するのか、目指すのかっていう理由をね、しっかり確認しておくっていうことを、やっていたんですね。うちの場合には。だから子供には子供なりの理由があって、まあこういう理由があって、子供らしいね、中学受験をしたいっていう理由があったんですけど、まあそのことと別で、親としてはなぜね、君に中学受験をしてもらいたいと、した方がいいんじゃないかっていうふうに思ってるかっていうね、僕なりの思ってた理由っていうのを、何度も何度もね、子供とは話をしていました。まあそうやってね、こう、まあ極端な話だと親が勉強しろって言うから勉強してたんだみたいなね、こともあるのかもしれないんですけど、そういうような状態にならないように、常にそういうね、情報の共有というか、いうことを常にやっていたので、まあなかなかね、こう、成績が上がらなくて苦しいなとかっていうことがあったとしても、でも続ける理由、まあ目指す理由っていうのはしっかりあるので、まあ続けるね、糧となったのかなっていう意味では、その中学受験を目指す理由っていうのをしっかりね、確認していたっていうのも、僕としてはね、すごくやってよかったなっていうふうに思っているので、まあ、ぜひね、そういうところは、しっかり言葉にしてね、お子様に、こういう理由があって目指した方がいいと思ってるんだよねっていうことをね、伝えていただくっていうのも、いいんじゃないかなっていうふうに思います。
で、3つ目に関してはね、これに関してはちょっとお話しするかどうか迷ったんですけど、まあ、漫画をね、読ませて、まあ、読ませていたっていうか、漫画を読んでいたんですね、子供が。で、まあ、それは僕が好きな漫画で、僕のね、部屋の本棚にちょっと入ってるものだったんですけど、まあ、スラムダンクとね、こう、はじめの一歩っていう、まあ、特にスラムダンクですかね。スラムダンクっていう漫画がありまして、これをね、まあ、僕は当然読んで、もう何回も読んでますけども、子供も読んでいたことで、僕がこう、言いたいこと、言わんとすることっていうのが、一言でね、こう伝えられるようになったっていうのがね、一つあります。だからまあ漫画を読んでくださいってことじゃないんですけど、まあそういう共通事項ですよね。共通の好きなものというか、なんかそれによって会話が成り立つものっていうのが、うちの場合はスラムダンクだったんですけども、それがあったことでね、一言で本当に僕が言いたいことが息子にも伝わりましたし、息子としめれば僕が言いたいことってこういうことなんだなっていうことが、まあ、一言で伝わるっていうことがね、非常に僕としてはね、良かったと思っています。まあこれは嫁さんに関してはね、ちょっと何のこっちゃっていうことだったような感じなんですけど、僕としてみれば、それはね、すごく良かったって、ちょっとあえてね、今日漫画の話させていただきました。まあスラムダンクはね、あまりにも有名なので、皆さんもね、ご存知だと思いますけども、まあ、有名だとね、諦めたらそこで試合終了ですよっていう言葉がありますけども、まあそれだけじゃなくて、もうものすごい、まあ全てがもう、なんて言うんですかね、人生のバイブルとまで言わないですけど、そこに詰まってるものがあるんで、非常にね、それは僕としては良かったなって思ってます。まあ、ちなみにね、息子本当にスラムダンク、こう、好きで、今中学生になってこう、スマートフォン持たせてるんですけど、未だにね、待ち受け画面が、スラムダンクなんですね、彼は。で、クラスメイトの子とか、友達、まあ、あと部活の子とかね、こう今はもう LINE でこうやり取りをする時代になってますけども、中にはね、こうスラムダンクをアイコンにしてる子とか、はじめの一歩をアイコンにしてる子って結構いるんですよね、男の子。まあ男子校なんで男しかいないんですけど、なので結構読んでる子いたりとか、それにね、こう感化されてる子って結構いるので、読んでないよっていうね、女の子でも読んでる子いますので、ぜひね、まだ読んでないよってことがあれば、まあ、スラムダンクなんかもいいと思いますし、逆にね、親御さんが好きな物語とか本とか、そういったものがあれば、お子さんにね、ぜひ読んでもらって、その中でこう共有できるものっていうのを作ってみるっていうのはね、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、次4つ目はですね、これはこれまでの動画でちょっと話した部分とも重なるとこではあるんですけども、まあ、家庭学習をね、こう取り組むっていうことをやっていた中で、まあ、横に座ってですね、その家庭学習の時間を共有するっていうことが大事なんだなっていうふうに気づけたことっていうのは、すごく良かったことだなっていうふうにね、思っています。まあ、ここ数年は、そのリビング学習っていうのが、こう、流行ってるというか、いいですよって言われてると思うんですよ。まあ、ちなみに我が家の場合ね、リビングでの学習はやってなくて、部屋でね、勉強していたんですよ。やっぱ勉強机と、勉強用の椅子というか、こうちゃんとこう合ってないと、うまくいかなかったっていうのがあってね、やっぱリビングではちょっとやってなかったんですよ。おそらくリビング学習って、なんかこうニュースとかでね、こう特集とかされてると、物音がしてる中でね、勉強すると、その中で集中することって大事なんですって言ってるのを見た時があるんですけど、まあ僕としてはそうではなくて、子供がね、一人で勉強してるっていう風にならないからいいんじゃないかなっていう風にね、感じました。まあ、時間を共有するっていうか、その子供はね、後からちょっと聞いたことではあるんですけど、まあ、一人でね、勉強してる時っていうのは、やっぱ孤独だったっていう風にね、うちの息子言ってたんですね。まあ、一緒に横にいてくれることでっていう、まあ、小学生だからっていうこともあるかもしれないですけど、勉強してる時間にね、横にいて、そのことをね、しっかり見てくれるっていうことが、心強かったっていうふうに感じてたようなんですよ。だからそういった意味でも、まあ、だから僕がね、こう、子供がね、家庭学習やってる時っていうのは、横にこう、いるので、まあ、勉強してる間にテレビを見るっていうことも僕の場合はなくてですね、お酒を飲むっていうこともなく、まあ、その時間をね、一緒にずっと付き添っていたんですけども、まあ、そのこと自体は本当に、子供にとってみればやっぱ小学生なので、一人でね、勉強させるっていうことなく取り組むっていうのはね、結構大事なんじゃないかなって思いますので、ぜひね、まあ、リビングでやってるんであれば、どんなことを今やってるとかね、
今塾ではこういうことをやってるよとかっていうことをしっかり親の方でね、把握することっていう感じですかね。まあ横で把握するって本当にね、やってみればわかるっていうことなので、ぜひね、まあやってないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、時間を共有するってことをやってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちょっとまあ長々と話しちゃって、最後ね、もう一つだけお話しようと思うんですけど、まあ、僕がね、親として中学受験やっていた中で、これがね、もう最大のファインプレーだっていうのをどこでも僕は言ってることになるんですけど、それはね、自宅にね、業務用コピー機を置いたことなんですよ。まあ、これは、まあ、宣伝になっちゃうんで、まあ、宣伝の話になっちゃうかもしれない。これね、事実としてですね、僕はこれ本当置いてよかったって思ってるんですね。まあ、ちょうど5年生の秋、まあ、夏以降ですね。ちょうど5年生のこれぐらいの時期から、自宅でね、こう家庭学習参戦した時に、最初は、こう家庭用のね、コピー機、まあ、年賀状とかで使ってたものを使ってたんですけど、まあ、A4 対応だったんで、まあ、大きなプリントをね、1枚でコピーすることができなかったっていうのと、まあ、インク交換がね、すぐこう出てしまったり、夜中にエラーが出てしまったりって、非常にストレスを僕は抱えて、まあ、これじゃもう勉強にならないなっていう風な状況だったので、まあ、思い切ってね、僕はもうこういう仕事、もともと法人向けでこういう仕事してるんで、自宅にね、業務用コピー機を置いたんですけども、そこからね、まあ、当時は、まあ、成績っていうのはね、あんまり大きな声でこう言うことではないんですけど、まあ、目指したいなと思ってる学校に対してね、全然成績がまあ、届いてなかったわけなんですよ。で、まあ、なんとかしてね、こう成績を上げていかなきゃいけないんだけど、まあ、他のね、周りの子がやってるのと同じような感じでやっても、同じようにこう成長していくと考えれば、やっぱ周りの子以上に、どん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 頑張ってね、勉強していかなきゃいけないという時にね、やっぱコピー機があるっていうのは、非常にね、ありがたかったんですよね。で、子供もね、これ、まあ、うちの場合ってその別に仲がいいというか、まあ、毎日話はするんですけどね。まあ、反抗期なのか何なのかわかんないですけど、どっちかっていうとね、いつも反発しちゃってる僕と息子っていう感じなんですけど、そんな息子でもね、コピー機がね、家に置いてくれたっていうのは、今父親ではね、感謝したいっていうふうに、こう、面と向かってね、言ってくれたことがあるんですよ。まあ、これがなかったら、きっと我が家に関しては、今ね、息子が通ってる学校、まあ、受験したとしても、まあ、完全なるね、本当にこう、まあ、チャレンジというか、まあ、無謀な戦いになってしまったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、最後ね、本当自信持って願書を出して、絶対にね、合格できるっていうところまで、こう、子供がね、自信を持って受験することができたのも、まあ、このね、コピー機のおかげでたくさん家庭学習ができたことっていうふうにね、僕自身思って、まあこれ以上ちょっと言っても本当にただの宣伝の話になっちゃうんで、まあちょっとここで切り上げますけど、コピー機はね、受験勉強本当に目指して頑張るんだっていうことであれば、ぜひね、おすすめしたいです。あ、ちなみにちょっともう一つだけね、ちょっと余談、ちょっと少しお話してもいいですかね。まあ結構ね、うちのお客さんは、中学受験向けのね、お客様は当然多いんですよ。で、ただ中にね、大学受験に向けて、頑張りたいんですって言って、こう、レンタルしていただいてるお客さんいるんですけど、ある時ね、お客さんからこう、電話かかってきまして、まあ、奥さんから電話かかってきたんですね。で、私はよくわからないんですけど、コピー機をレンタルしてほしいってね、息子に頼まれて、今ちょっと電話してるんですっていう方いたんですよ。で、それは今、高校2年生っていうことだったんですけどね、当時。まあ、当時っていうか、つい最近の話なんですけど、で、息子さんがね、うちのホームページをこう見てくれて、どうしてもこのね、コピー機を借りてほしいと。で、親に、頼むからこれで俺は勉強して、大学受験目指すから、なんとかこれを、こう、レンタルしてくれないかって頼まれて、電話してるんですっていう方ね、いらっしゃって、まあ、それぐらいね、やっぱ受験生にとってね、コピーをして勉強する、まあ、座学ですよね。書き込んでいくっていうのは、非常にね、大事なことなんだなっていうふうに思うので、ぜひね、中学受験に向けて頑張ってる方は、もう、こう書き込んでね、こうやるためにもね、コピー機のレンタル、ぜひご検討いただければと思います。まあ、ということで今日はね、お客様からいただいたお題ですね、ちょっと振り返ると何を話しましたかね、睡眠時間をね、最優先にしましょうっていうお話ですかね。それがまあ、僕としては良かったと感じたこと。それから、中学受験をする理由ですね。中学受験をする理由っていうのは、まあ、情報共有としてね、確認しておくってことは、やってよかったなっていうふうに僕は思ってること。あと、まあ、漫画の話はいいですね。あと、まあ、横でね、時間の共有をするってことは非常に良かったっていうふうに感じてます。まあ、あとコピー機の話ですね。まあ、ということでちょっとお話をさせていただきました。
まあ、これからもね、中学受験、親としての中学受験っていうね、あの目線でこれからもお話ししていきたいと思いますし、なかなかね、そういうのをこう動画というか言葉で聞けるところってね、ないと思うので、ぜひね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それからね、動画の高評価もお待ちしております。またね、あのこれから中学受験関連のお話していきたいと思いますので、またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。